ハロー YouTube。 さあここはどこでしょうか。正解は函館市内の病院でございます。私がなんでこんなところにいるかと申しますとですね、サイヘルニアというですね、症状になってしまいまして、それの手術を受けるべく、前々日から入院をしているという状況でございまして、明日いよいよ手術ということになりました。まあ、ことの発端はですね、1年半ぐらい前にお腹のおへそのところが、まあ、いわゆるデベソに近いような状況、まあ、今こんな感じなんですけど、こんな感じね、ちょっとおへそが出てる感じなんですけど、このおへそが、脂肪がちょっと出てるような感じで突然出てきたなと。それまでデベソじゃなかったのに、とりあえず突然これが出てきたなということで、これどうなのと友達の医者に、相談したら、いや毎年人間ドックで CT 撮ってるでしょうと、CT の画像を見せてって言われて見せたんですね。で見せたら、腹膜にひびが入ってるということで、これは手術した方がいいよというふうに言われました。これなぜなら、まあ、おへその部分というのは昔ですね、生まれた時にお母さんと、つながってた部分なんですね。でここに管がずっと通ってたわけですけれども、その細胞からですね、お母さんの細胞から、栄養とか血液を持ってくるためにこう、まあ、ケーブルみたいなのついてたわけですけど、穴が開いてるんですね、ここで。実はこの穴の部分以外は筋肉、まあ、いわゆる腹筋ですね、で覆われていて、腹膜の上に腹筋が乗ってるような状況なんですよね。でまあ、なので、実は、そこの部分に関して言うと、腹膜の上に、まあ、筋肉はあるにせよ、その上に、まあ、こう、分厚い、こう、防御壁みたいなものはないもので、基本的にここ、弱いんですね。で、よくですね、赤ちゃんの頃にそういう症状になる人多いんですね、サイヘルニアというのは。まあ、うまく、こう、細胞を、ね、へその緒をですね、取った後に、やっぱりこう、赤ちゃんって筋肉がですね、まだ未発達なので、そういう状態で、こう腹膜の中のものがピヨって出てきたりとか、まあ、脂肪だったりとか、腸そのものが出てきたりとかっていうような、症状になる人はいますが、まあ、大体2歳ぐらいまでには自然治癒するんですね。で、まあ、それでも治癒せずにずっとデベソ、いわゆるデベソですね。デベソの状態でずっと残ってる人います。これ実際腸が出てるような状態になってる人もいて、それはもう腸が戻らない人もいるんですけれども、まあ、大人になるともうこれ絶対治らないので、これは手術をした方がいいというか、手術以外に治す方法がないという、症状でございます。どんどんですね、このひびの部分が、腹圧がかかる、腹の圧がかかることによってどんどん拡大していくらしいんですよね。で、まあ、その友達の医者から警告されてたのは、いつか嵌頓という、状態になってめちゃくちゃ痛いよっていうふうに脅されてました。嵌頓というのはですね、こう腸がこういうふうにつながってるのが、こう穴があったらそこからうにょって出て、うにょってこうなるんですね。こうで、ここの、こう、ちょうど、こう、筋肉と筋肉の間のところが、こう、圧力かかってるんで、こう、血液、まあ、もちろん、腸というのは、周りに血管いっぱいあります。栄養吸収するために血管がいっぱい通ってます。そこ圧迫されるんですよね。で、便が通る、腸管のところも圧迫されます。つまり、こう、でっかい、こう、袋みたいなのができて、で、こう、入り口がこう、ギュッと圧迫されるような状態になって、めちゃくちゃ痛かったです。なりました。警告を無視してですね、手術を、しなかったがゆえになってしまいました。いや、というのもですね、この手術、結構大掛かりで手術で、もうほんと1週間とか、スケジュールを開けないとできないというふうに言われておりました。ですので、まあ、その術前の検査からしてですね、一週間はかかるよねっていうふうに言われて、うわ、スケジュール開けられないよ、そんなにっていうので、まあ、特に痛いわけでもないので、そのままほったらかしにしてたんですね。そしたらですね、昨日、
函館ホリエモン万博が終わった後ですね、次の日にですね、スノーボードに行っておりまして、七重、スキー場というのがあるんですけれども、函館市内から1時間ぐらいかかるところにあるんですけれども、そこでですね、スノーボード、滑ってました。で、ここがゲレンデが長くて、4km ぐらいあるんですよ。で、ゴンドラで15分ぐらい上がって、そっからもうほんと30分とかかけて降りてくるような感じのとこなんですけれども、ちょうどですね、ステップインというですね、本当にカチャッカチャッとこう、スノーボードの、ブーツをですね、こう、板に固定するのがですね、もうカチャッカチャッともう足をこう入れるだけで固定できるって素晴らしいシステムが最近バートンさんから出たんですけど、それの、まあ、初めての試乗ということで、すごく楽しみにしていって、まあ、ちょっと足のサイズが合わなくて、ちょっと一本目痛くて、休み休みに滑ってたんですけど、これ休むと痛いなってことで、2本目は一発で 4km 滑り降りたんですね。で、滑り降りたら、なんかお腹が痛いぞ。なんかお腹が痛いぞ。まあ、なんか、まあ、朝僕ね、結構スノーボードやるときは、ちょっといいですか、なんかアナウンスが入っちゃったんで一回止めます。その続きになりますが、そのスノーボード終わって2本目滑り降りて、ゴンドラ乗ろうかなと思ってた時になんかお腹がちょっとお腹が痛むなってちょっと思ったんですよね。なんですけど、あ、まあどうせなんか、トイレ行ったら治るだろうぐらいな感じで、まあ大体僕ですね、スノーボードする日はですね、朝ごはん食べないんですよね。なんか気持ち悪くなっちゃうんで。で、その時は空腹で、昨日の分のやつをトイレ、朝行かなかったんで、まあそれなのかなと思って、ゴンドラ上がったところのカフェのトイレ行けばいいやと思って、行ったらこう、ゴンドラ15分中にですね、どんどん痛くなってきて、なんか冷や汗出てきたんですよね。で、とりあえずトイレ行こう。トイレ行ってみて、で、トイレでね、便を出したら、うまくいくんじゃないかなと、痛くなくなるんじゃないかなと、まあ普通はそうなんですけど、全然痛みが取れないんですよ。あれ、これおかしいなと。で、そしたらこの吐き気も出てきて、で、何回か吐いたんですね。そしたらもうなんか胆汁みたいな、まあ、胆汁だと思うんですけど、黄土色の液体まで吐くようになっちゃって、これはいよいよ腸、なんか腸が詰まってるみたいな、まあつまり胆汁がこう小腸の中をこう通って大腸で、ほら便が黄土色なのは実は胆汁の色なんですけど、胆汁のまでこう出るようになったってことは腸が詰まってるに違いないということで、もしやと友達の医者に言われた症状かと思って、腹スキーウェア結構分厚いんで脱いで確認しました。そしたら腸が、ちょうどおへそのところがこんな感じ、こんな大きさでバッと張り上がっていて、やばい、腸が出てるというふうにもう即判断して、あ、これはもう滑っては到底降りられないと、ということでゴンドラで降りることにしました。で、ゴンドラで降りている最中にですね、函館のもう銃のこう救急対応してくれそうなところを連絡しまくって、でも、どこもその外科対応してくれないみたいな話で、わぁ、これはもしかして、やばいぞと。これ、救急車呼ばないと、対応してくんないなと思いまして、もう、仕方なく、救急車をスキー場まで呼んで、まあ、15分ぐらいで来ましたけど、もうその間ももう、うなり続けながら、うーってなって、救急車来ました。救急車来て、病状伝えて、まあでも何もしてくれないんですよね。基本的に血圧とね、脈とかを測ってるだけで、処置はしてくれないんで、とりあえずベッドに横になって、うなりながら、まあこんな感じの症状なんですって言ったら、まあいくつか病院を探してくれて、まあさすがに救急隊の方が連絡するとちゃんと救急対応していただけて、とある病院に、搬送されて、でまず、当直の当直なのか救命救急専門の方なのか分かんないですけど、お医者さんがまず鎮静剤を入れてくれて、まあ、それでちょっと痛みが緩和されてですね、ちょっと落ち着いたところでですね、レントゲンと心電図と、CT を取って、
その間に、当直の外科医の方がやってきて、で、まあ、判断をするということだったので、ICU に運ばれて、で、そこで判断をされたんですけれども、とりあえずこれ、なるほど、こういう症状ですかということで、押してもいいですかって言われて、押されたんですよ。グググググッと押されたら、まあ、鎮静剤入ってるんで、そんなに痛くなかったんですけど、キュイッと、実は戻りました。腸が、まあ、2センチぐらい穴が開いてるらしいんですけど、その2センチの穴からニョキって出てた腸を、先生がこう、ギュッとこう、戻し方にコツがあるらしいんですけど、戻してくれました。その瞬間、痛みがなくなって、楽になって、あ、よかったですね、と。これ、戻らなかったら緊急手術でした、ということで、緊急手術に、もう、あわやそこでもう全身麻酔されて緊急手術になるかもしれなかったんですけれども、CT を見たところ、血流が維持されてると。腸がこう、ね、嵌頓状態になって、圧迫されてるんですけれども、一応血流まだ流れてる状態で、それ造影剤 CT っていうのをやったんで、造影剤が流れてる様子がちゃんと CT に載ってたんですね。なので、あ、大丈夫だと。血流も確保されてて、腸が壊死したりもしてないということで、まあ、とりあえず入れて緊急手術はなくてもいいだろうということで、そこでとりあえず一旦治った。で、まあ、函館にいるよりは東京に戻って、入院して、手術を受けた方がいいだろうということで、東京に戻る決意をして、お会計をしてたんですけど、その間ずっと立ってたんですけど、立ってたらまた腸がなんか出てきそうな勢いになってきたんで、また先生呼んで、また先生にギュッてこうやってもらったらまた戻って、あ、これは寝てないと出るなっていう話になって、ああ、なんかこれね、1月の12日のことだったんで、13日は休みだっていうことで、最短でも14日ですね、手術はって言われて。ということで、12日から実は入院しておりまして、14日に手術をすることになりました。この手術というのがですね、まあ、その、再ヘルニアはもうこういう手術でしか治せないんですけど、まずこう、空いた部分ですね、をですね、縫い合わせます。で、あ、そうだ、縫い合わせる前に、まずこう開いて、これ腹腔鏡でやる場合もあるらしいんですけど、私の場合は、おへそのところを開いて、で、直接開いて、そこから、開いてる、腹膜のところの下にですね、パッチを入れるんですね。これはまあ、生体にも馴染むという素材で作られた、パッチですね。まあ、これぐらいの大きさのパッチを入れるんですけれども、そのパッチで、中身が出てこないように、するんですけれども、そのパッチを入れて、開いてる部分を、糸で縫って、まずパッチをですね、固定するんですけど、周りの筋肉に固定して、で、閉じて、縫って、で、皮膚も縫って終わりという手術なんですけれども、初の全身麻酔でやることになりました。全身麻酔でやりますので、なんと、準備しろと言われたものがありまして、ちょっといいですか？そこの横にあるんですけど、おむつを本当、おむつ履くのは生まれて以来かな。おむつをですね、履くことになりまして、おむつを準備してですね、まあ、全身麻酔するとですね、体中の筋肉は弛緩しますので、もちろん、おしっことか、うんことか、そういうのも、だだ流れ状態なので、もう実は今日の晩ご飯を食べたら、絶食、そして夜9時以降は絶飲ということで、水も飲めなくなると。これ水飲んでですね、誤嚥性肺炎とかになったらまずいんで、水も抜くという、なかなか厳しい事前準備をするんですけれども、そして明日、手術をしてですね。まあ、なんと、まあ、その後、まあ、これ日数、回復状態にもよるんですけれども、2、3日ぐらい入院をして、安静状態から、やっとその後歩けるようになって退院できると。で、その後、まあ、何日かなって、抜歯と言って、糸を抜いて、で、その後また2週間ぐらいは、運動もできないということで、
もちろんスノーボードはできませんし、お腹に力が入るようなこと、例えばゴルフとかそういうのもできないということで、何をやろうかと、本当試案中でございまして、ブロマガ、ニコニコ動画のブロマガチャンネルでみんなの、質問に答えるチャンネルぐらい、どうせ暇だからやろうかなというふうに思っております。ということで、行ってらっしゃい。はい、私、ニコニコ動画で、ブロマガチャンネルっていうのやってるんですけれども、これから週に1回1時間皆さんの質問に何でも答えますよっていうのをやりたいと思いますんで、ぜひ今すぐブロマガチャンネルに登録してください。月々880円です。税込みです。いってらっしゃい。 No 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 telephoneTelephone. Yeah, yeah, yeah. No, no, no telephone.